そういえばキャンプはいつも一人なんですが、この車の助手席にも人を乗せたことがない。寂しいの。リゾートの公式ホームページをご覧ください。3, 2, 1。夕食はチャレだね、これ。チョコレートコーボ、ね、間違ってた。もう一つだ。利用したことがある方々を探しています。2010年以前にこれらのサービスを利用した方は、返済時に余分にお金を返している可能性が出てきます。
まだ飲むんかい、なったんで本当にこう気合が入ったというね。もう野球は練習、高め打てるボールを待っていた、犠牲フライ打てるボールを待っていたということだったんですが、最後低めに落ちだったと思います。そのマクブレム選手は今お立ち台で記念撮影を行っているんですが、ショートゲーム そういえば最近はキャンプでテント使ってません。まあ僕にとっては結局寝る手段、テントか車か。以前はテント一択だったんですけど、車という選択肢が一つ増えたことで、最近は車中泊キャンプがメインになっています。楽しむっていうこと、キャンプの楽しみ、僕の中では心と体が癒されれば家庭ですよね、は関係ないんです。テントで寝ようが車で寝ようが、楽しければ、そして癒されればそれでいいんです。1年半ぐらいまでは群幕キャンパーなんて言ってたんですけど、その頃知ってる方から見れば、クーパンぬるいやっちゃなと思ってらっしゃる方大勢いらっしゃると思います。でも結局趣味って
自分が楽しければいいんですよね。大勢でやる趣味の場合はそういうわけにはいきません。ただ私の場合はソロキャンプがメインなんで、ルール、マナー、モラル、これはまあ基本で、そういうことを守れば、他人に迷惑をかけることがなければ、自分のやりたいことをやる、それが一人でやる趣味だと思っています。なかなか理解してもらえないかな。今回も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。また他の動画でお会いできる日を。ありがとうございました。